聖アポロニアは、ローマ帝国時代のアレクサンドリアで殉教した、キリスト教徒、アレクサンドリアのアポロニアとも呼ばれる、東方聖教会、コプト聖教会、ローマカトリック教会で聖人とされている。祝日は2月9日、言い伝えによると、彼女は歯をすべて乱暴に引き抜かれたか、粉々にされるという拷問を受けたという。このために、アポロニアは、歯科学や死中をわう者、 歯に関する問題すべての守護聖人として、数形されてきた。絵画においては、歯を引き抜くためのハサミを手にした姿で描かれている。キリスト教師やらは、フィリップス・アラブス・ミカド統治最後の年に、別の記録のない祭典が開催されている最中、詩人が災難が降りかかると予言し、アレクサンドリアの群衆の怒りが、頂点に達した。彼らの怒りの矛先は、 キリスト教徒へのち生臭い暴行となって向けられた。貴族たちは暴動を防ぐのに何の手立ても打たなかった。アレクサンドリア司教ディオーニシウスは、アンティオキア司教ファビウスに宛てた手紙の中で信徒の被害者と連携し、エウセビオスの時代から歯を抜くことが長く行われてきたと触れている。続きには、キリスト教徒の男女メトラスとクインタがどのように襲撃され群衆に殺されたか。 どのように、キリスト教徒の家々が略奪にあったか綴られている。当時アポロニアは、教会内の協力者を務め非常に尊敬されていた。ボートラは彼女を襲い、繰り返し殴って、彼女のすべてを砕いてしまった。彼らは、死の縄文街に、薪束の山をこしらえ、アポロニアが彼らの異教の神への崇拝の言葉を、唱えなかったら、生きながらにして、火にくべてやると脅した。 彼女の願いが聞き届けられ、わずかな間に自由が与えられた。アポロニアは素早く火の中へ飛び込み、消死した。この悲惨な逸話は、ヤコブスデブ・オラギネの記した、黄金伝説によって広まり、教訓とされた。アポロニアと初期キリスト教義聖者たちは、死を望まなかったが、自身の純潔を保つならば死ぬよう脅された。彼らは気境可視化の選択に直面し、自発的に死を受け入れ、 一部の人が考えたように、危険にも自殺を試みたのである。アウグスティヌスはこの疑問について著作。神の国の中で触れている。ディオニシウスの記した物語は、セアポロニアのこの行為にわずかばかりの非難を暗示していない。彼の目には、彼女は他者と同様に十分な資格のある殉教者であった。そういう資格で、彼女はアレクサンドリアの教会で崇拝されたのである。やがて、 彼女の祝日は、西方教会で一般に広まった。後に、伝説は誤って、ユリアヌステージ代のローマで同じく歯を抜かれる拷問を、受けたキリスト教徒の乙女として復写され広まった。ローマカトリック教会は、2月9日をアポロニアの祝日と定めた。彼女は、痛に悩む者に人気がある。芸術作品では、彼女はペンチを手にしているか、歯を持つ姿で表される。 14世紀後半、フランスの写本からの啓蒙が広範囲に流布した。アメリカ合衆国では、アポロニア像は、ポスターとして、司会員にふさわしいとみなされた。彼女のペンチが挟む聖なる葉は、電球のように内側から光る。聖アポロニアは、カターニアの守護聖人の一人である。ポルト大聖堂内に保管されている聖アポロニアの葉と、 見なされるものを含んだ聖骨箱をイリアム・ウォルシュは1897年に自身の著作の中で記している。セアポロニアの遺物のほとんどはローマのかつてのサンタアポロニア教会内に保存されている。その頭部はサンタマリア・イントラステベレ聖堂に、彼女の腕はサン・ロレンツォ・フォーリレ・ムーラ大聖堂に、顎の一部は聖バシレオス教会に、残りの遺物はそれぞれアントウェルペンのキリスト教会。 ブリュセルの聖をギュスト教会、メヘレン、リエージュ、ポルト大聖堂のトレサリー、ケルン市内の数件の教会に収められている。これらの遺物の中には、歯が一本だけという例や、骨の破片だけというケースがある。かつて、ローマのトラステベーレ地区にアポロニアに建造された教会があったが、今は存在しない、小さなサンタアポロニア広場があるのみである。リスボンの主要鉄道駅の一つは、 セアポロニアの名前にちなんでいる。フランスロクロナンの教会にアポロニア像がある。イングランドでは16世紀の宗教弾圧を生き延びた多くのカトリック教会の中に52ものアポロニア像があることが知られている。デボンとイーストアングリアに集中している。これらの像のほとんどが十字架のキリスト像のパネルかステンドグラスの中にある。以上の参考文献は 英語版作成の際の参考としたものであり、日本語版作成時には参考にしておりません。ありがとうございます。